都心は今日、今年一番の暑さを記録しました。その猛暑の中、千代田区霞が関のビル街で官民が一体となって打ち水を行いました。打ち水は都市の気温が郊外より高くなるヒートアイランド現象を和らげるという意識の向上を図ってもらおうと、館長とオフィスが集中する霞が関3丁目南地区にある広場の霞テラスで昼休み時間に行われました。水をまいて涼しくするという我が国伝統の打ち水ですが、水は期限切れで廃棄予定の非常用備蓄飲料水が使われました。今日の都心は最高気温が36度一部と今年一番の暑さとなり、打ち水にはうってつけ。測定した3カ所ですぐ気温が1度前後下がり、参加した人たちは打ち水の効果を実感していました。